こんにちは、ゆいたびです。ご視聴いただきありがとうございます。今回は4月にプレオープンしたグランドメルキュール沖縄残波岬リゾートを訪れました。7月にグランドオープンのため夏の旅行を計画している方も参考になれば嬉しいです。それではレッツゴー。2024年4月の宿泊料金はこちら。早速お部屋へ向かいます。視界を遮るものがなく、今にも海に手が届きそうです。ルームツアーに戻ります。黒を基調としたシックでモダンなバススペース。スライドドアが90度に設置されていて面白いです。ドリンク類は次にご紹介するラウンジがとても充実しています。ラウンジは2部制となっていて、夜のメニューはより本格的です。夜のラウンジは動画の後半で。ドライバーの私はコーヒーやソフトドリンクを楽しみます。ラウンジからすぐアクセスできるプールサイドへ行ってみます。設備が新しくとても綺麗です。夜のプールはこんな感じ。ここからは館内の施設をご紹介します。
ビーチウェアを忘れた時はこちらのお店へ。ホテルの方に撮影許可をいただきました。続きはエンディングで。のんびり散歩を楽しむのもいいかもしれません。敷地を出ると海はもうすぐそこ。お部屋からのタイムラプスをどうぞ。とは見れませんでしたが、沖縄の海はいつも癒してくれます。外で食事をしてホテルに戻ってきました。ございます。早速料理を見に行きましょう。見つけたら絶対食べてほしいマフィンとドーナツ。
ライブキッチンもとても充実していました。食べる前からわかるうまいやつ。紹介しきれないほどたくさんの料理がありました。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録といいねボタンよろしくお願いします。この動画があなたの旅の参考になれば嬉しいです。ゆいたびでした。バイバイ。Thank you.